こんにちは、マッツーです。今回はこちらエクスペリア5マーク4、こちらをソニーマーケティングさんよりお借りして、レビューをしていきたいというふうに思います。今回ですね、ソフトバンク版のエクスペリア5マーク4をお借りしてのレビューという形になります。まあエクスペリア1マーク4に比べるとちょっと小さめのボディになるんですが、横幅がですね 67mm と本当絶妙な持ち心地なんですよね。側面がねちょっとフラットな加工にはなっているんですが、まあでも丸みも帯びていて、もうちょうど持ちやすいというのがなかなかいいです。持ちやすいだけじゃないんですよ。今回スピーカーも進化していたり、さらにワイヤレス充電も搭載していたりと、カメラもちゃんと抑えるところ抑えてくれてる、望遠 60mm 2.5 倍のレンズがね、搭載されてるっていうところが今回 Xperia 1 Mark 4との違いではあったりするんですけれども、結構遜色ない撮れ味で、すごい満足できるなというふうに思いますね。一部のキャリアのモデルでは撮影持続モードも搭載されてたりもするので、ちょっと軽めなボディだけど Vlog モニターとかを使って長時間録画したりとか、生配信とか YouTube ライブでの生配信とかもできるというのは、なかなかに魅力的な、スマートフォンに仕上がってるんじゃないかなというふうに思います。結構ねこうやって持ち歩いてると重いんですよ。Xperia 1 Mark 4 とか Pro Eye でも重く感じるので、少しでも軽いスマホを使ってこうやって持ち歩けるっていうのは、めちゃくちゃ便利なスマホだというふうに思っております。というわけで今回は Xperia 5 Mark 4 の魅力というところを、まあ、Xperia 1 Mark 4 とかとも比較しながらレビューしていきたいなというふうに思います。では行ってみましょう。はい、それではですね、今回 Xperia 5 Mark 4、ご紹介していきたいと思います。 Xperia 1 Mark 4 よりも一回りちっちゃくてね、ギュッと詰め込んだ高性能モデルというような、形になっております。結構ね、いろいろ一週間使ってみたんですが、かなりね、便利に使えるなという感じでございます。で、ただただ便利に使えるっていうだけじゃなくて、まずね、持ち心地がやっぱすごいんですよね。すごくいいです。Xperia 5 Mark 4はですね、横幅 67mm という形、6.7cm ですね、というところで、私もですね、いろいろなレビューですごくいつも言ってるんですが、まあ、横幅 70mm 切るぐらいの幅が一番いいと言っているんですけれども、Xperia 5 シリーズで歴代、まあ、67-8mm ぐらいの幅になっていて、すごい持ちやすいんですよね。はい、これなかなかいいんです。このサイズ感がすごいいいなというふうに思います。で、21:9のこの、縦長のディスプレイになっておりますので、はい、こんな感じで、YouTube を見ながら Twitter を見るみたいな感じでマルチウィンドウで使うということもできます。これなかなか2つのアプリを同時で見たりとかするのは Xperia ならではの結構便利な、機能だったりもする、かなりカスタマイズされてます。まあ Android 全般でね、これこの使い方自体はできるんですけど、 Xperia だからこその使い勝手の良さっていうところはあるなというふうに思います。もうね、ながら操作したい方はこれ本当におすすめだなという感じではございます。ちっちゃいだけじゃなくて、握り心地もかなりいいんですよ。はい。これがですね、側面の形状にもよるっていうところはあります。はい。ちょっと側面を拡大した写真なんですけれども、Xperia 5 Mark 4って側面が丸みを帯びてるんですね。ちょうどこう、ラウンド気味な感じのものになっております。Xperia 1 Mark 4は逆なんですよね。ちょっと面取りというか、逆ラウンドみたいな感じで、こう、へこむような形の、加工がされてるんですよね。側面と背面の間のところの加工ですね。っていうところで結構手に刺さるような感じにも見えるんですよね。立ててもわかり、ちょっとなかなか難しいところではあるんですけど、持ちやすさっていう意味では、Xperia 5 Mark 4 の方が持ちやすいなという感じです。横幅だけじゃなくて、持った時の感触という意味でも、Xperia 5 Mark 4の方が持ちやすいなという感じがしております。で、色なんですけれども、ドコモのね、冬春モデルの発表会のね、体験会のところにいた時にちょっと撮らせていただいたものではあるんですけれども、すべてのキャリアで取り扱われるのが、エクリホワイトとブラックですね。で、真ん中にあるグリーンはドコモと au のみとなります。右側2つ、ブルーとパープルに関しては、ドコモオンラインショップ限定での発売という形になっております。キャリアによって色変わるんですけど、めちゃくちゃラインナップ豊富なんですよね。自分の好きな、カラーをぜひ見つけていただければな、というふうに思います。
特にですね、今回の Xperia 5 Mark 4 のエクレホワイト、こちらなんですが、リンクパッツ S というイヤホン、ワイヤレスイヤホンがあるんですが、このリンクパッツ S のエクリュっていう色とコラボをしているということ。Xperia 5 Mark 4 のエクリュホワイトよりは、リンクバッツ S のエクリュの方がちょっとゴールドかかっているという形にはなってるんですが、このエクリュホワイト自体もですね、すごいホワイトっぽいんですが、この周りの色の環境によってはですね、若干ゴールドっぽいような、まあ、少しだけこう満月っぽいような感じの色味もありつつの白というところで、結構上品なんですよ。どこも限定カラーのパープルとかっていうのも、エクスペリアっぽさっていうのすごくあるんですけど、このホワイトもね、なかなかにかっこいいんですよね。これね、かなり迷いところなんじゃないかなというふうに思います。エクリホワイト自体はですね、全キャリアで、取り扱いありますので、ぜひですね、使ってみていただければなというふうに思います。ね、イヤホンのね、リンクバッツ S の方もですね、エクリューだけじゃなくてホワイトのモデルもあるので、より色を近づけたいっていう場合には、ホワイトにするっていうのもありですし、こういう風にね、コラボカラーというところで、まぁ、ちょっと組み合わせ使うっていうのもありなんじゃないかなという風に思います。ちょ、マジでね、リンクバッツ S も使わせていただいてるんですが、なかなかに音質がいいですね。はい。耳の装着はこっちではあるんですけれども、こちら側のですね、ここがね、マイクになっていて、外部の音を拾えるようになってるんですよ。っていうところで、こうつけてるとですね、このアンビエントサウンドモード、はい、周りの音を聞きながら、それでもやっぱりクリアに音を聞き楽しみたいっていう方はですね、なかなかにこれもいいなって思いました。私自身は、こっちはね、自分で購入しているものなんですが、リンクバッツのね、無印の方、ここもね、穴が開いているので、周りの音を聞くのもすごくいいんですけど、ちょっと装着しにくいかなってところも若干あるったりするんですよね。WF-1000X Mark 4はね、ノイズキャンセリングを使うっていうんであれば、めちゃくちゃいいイヤホンにはなってるんですけど、やっぱつけてるとちょっと重いなって思うんですよ。やっぱそれぞれの一長一短がやっぱりあるところではあるんですよね。ちょうどいい具合に、リンクバッツ S は、なってくれてるなっていう、もう適度に快適に周りの音も拾いつつ、まあ、音も、ノイズキャンセリングそこそこ極められますし、結構綺麗に、音を聞けるなっていう感じがします。いいとこ取りしてるなっていう感じがするので、まあ、比較的買いやすい金額になってるので、ぜひですね、Xperia 5 Mark 4とも一緒に購入してみてください。まあ、ファストペアでね、他のパソコンとか、スマホとも、簡単にペアリング、クイックペアリングできますし、はい。なかなか結構便利に使えますので、というわけでね、Xperia 1 Mark 4と5 Mark 4、今から買うならどっち買うかなーって迷ってる方もいらっしゃると思いますので、いろいろなね、Xperia 5 Mark 4の機能を中心に見ていきながら、ね、1 Mark 4とも比較していきたいなというふうに思います。はい、まずはですね、個人的に一番嬉しいのは、ワイヤレス充電に対応したというところでございます。6.1 インチのサイズの Xperia としては初めて、ワイヤレス充電に対応しているということなんですね。はい、充電器にね、こういう風に置いてあげるとですね、こういう風に、十字の印が、表示されまして、充電開始されています。まあ私今、もう 93% 充電されているので、結構充電されている状態になるんですけれども、こういう風に、緑色のランプも点灯していてね、充電ができるという形になります。はい、バッテリーの中にですね、お裾分け充電という機能があります。これですね、ワイヤレス充電に対応した別のデバイスに、充電をお裾分けすることができるという機能になっております。これ例えばね、これをオンにしてあげて、WF-1000FX Mark 4とかね、こういうデバイスをですね、ここにプッてこう、つけてあげると、まあ、こういう風に、はい、充電開始されますね。今ね、オレンジのランプついてますよね。これ充電開始されてるってことです。外出先、旅行先とかでもこういう風にお裾分け充電をして、このイヤホンとかにも充電ができるというのは結構便利ですね。まあ、あとはですね、Xperia 5 Mark 4から1 Mark 4に充電するとかね。そういうこともできます。なかなかね、面白いですね。こういう風な形でいろいろなね、ワイヤレス充電対応の機器に、充電をお裾分けできるというのはなかなか面白いかなという風に思います。
Xperia 5シリーズもですね、今までもステレオスピーカーですごい綺麗なあの音を聞けてたんですが、それでもですね、まあ、ちょっとスピーカー自体が筐体の中で閉じられてないというところで、まあ、ちょっとこう筐体振動があって、そこからね、若干音が濁るというような現象が出ておりました。で、Xperia 5 Mark IV は新しいスピーカー専用エンクロージャーかって書いてあるんですが、それぞれに機構として閉じられている機構のスピーカーが2つついているというような形になっておりまして、筐体の振動も最小限になっていて、すごい綺麗になる、フルステージステレオスピーカーという形の音が、搭載されているよという形になっております。ちょっとね、聞き比べていただければなというふうに思います。やっぱね、Xperia 1 Mark IV の方が大きい分威力があるというか、パワーのある音があるなっていう、ちょっとね、重低音も、もうちょっと Xperia 1 Mark IV の方が響いてるかなっていう感じもするんですけれども、Xperia 5 Mark IV でもう十分すごく綺麗にね、音が楽しめるなという感じがします。Xperia 5 Mark IV にも 3.5mm のイヤホンジャックついていますので、有線イヤホンで楽しみたい、ヘッドホンで楽しみたいっていう方もですね、これ楽しめます。こういう風なワイヤレスイヤホンで楽しみたいって方もですね、ハイレゾンも再生することができます。めちゃくちゃ高音質でね、楽しむこともできますので、ぜひこういうのね、使っていただければというふうに思います。はい、Xperia 5 Mark IV のスペックをご紹介していきたいと思います。サイズ感はほとんど前回のね、Xperia 5 Mark III と変わっておりませんが、進化している点としてはですね、 CPU が Snapdragon 8 Gen 1という形になっております。あと変更点ですね、フロントカメラが12メガピクセルというところで、自撮りをするときにもより高画質でね、撮ることができるというところですね。で、あとはワイヤレス充電とバッテリー 5000mAh というところが、まあ一番の進化かなという感じです。で、あとカメラに関してもですね、後でご紹介しますが、望遠レンズのね、焦点距離が変わっておりまして、倍率 2.5 倍で撮ることができるという形になります。Xperia 1 Mark IV と5 Mark IV の違いとして一つ頭に入れておいていただきたいのは、やはりカメラの対応なんじゃないかなというふうに思います。Xperia 1 Mark IV と5 Mark IV で、超広角と広角は同じレンズが搭載されているんですが、望遠レンズだけね、ちょっと違っているというところなんですよね。Xperia 5 Mark IV は、望遠 60mm のレンズになっております。単焦点のレンズが搭載されているよという形になります。 Xperia 1 Mark IV の方は、望遠 85mm か 125mm の間を、広角望ズームができるという形の広角ズームのレンズが搭載されているよという形になります。望遠がね、ちょっと撮れる範囲が変わるよというところをちょっと頭に入れておいていただければなというふうに思います。で、このズームなんですけれども、実際の戦力としてどうかっていう話をしていきたいと思います。ちょっと今これね、横軸、ズームの倍率を書いておりまして、で、上は Xperia 5 Mark IV、下は Xperia 1 Mark IV で、ズームの領域を一応示しております。Xperia 1 Mark IV は望遠自体の倍率が、3.5mm から 5.2mm で広角ズームの領域がある。で、そこからかける3倍ぐらいまで撮ることができるというところもあるので、基本的にはですね、ズームは Xperia 1 Mark IV の方が強いです。はい。最大 15.6 倍まで撮ることができるというところもあって、より大きく撮りたいというんであれば、Xperia 1 Mark IV の方が使用上もいいかなというふうには思います。ただですね、見ていただきたいのは、ここの領域です。2.5 倍から 3.5 倍の間をどう見るかというところが、結構大事なところになります。
エクスペリア1マーク4の方は1倍から 3.5 倍まで全部光学レンズの AI 超解像ズームだったりデジタルズームでカバーをするっていう形になるんですね。 2倍を超えるぐらいから結構エクスペリアのね、ズームってちょっと荒くなってくるんですよね。で、この荒い領域を、結構使うかどうかによって、有利不利っていうのが変わってくるというところにもなります。ちょっとねそこをねご紹介しようというふうに思います。エクスペリア5マーク4の光学 24mm で1倍での、撮影がこんな感じです。今回もねいつも通り、尾道の、はい、尾道水道のサンプルにちょっと、ズームをしてね、考えていきたいなというふうに思います。はい、これねエクスペリア5マーク4の 2.4 倍です。今回ね、エクスペリア5マーク4のカメラアプリ、フォトプロのアプリが若干変わっていまして、1倍、2.5 倍っていうところで、もうこれね、シームレスズーム的な感じで、写真の方も、フォトの方もね、撮れるという形になっています。エクスペリア1マーク4の方はですね、こういう風に 0.7 倍、1倍、3.5 倍から 5.2 倍から 15.6 倍っていう形のね、一応こういう風に切り替えて撮るって形で、一応 3.5 倍の切り替えのところまで、はい、普通にズームができるね、光学ズームでもズームができるし、望遠ズームでも撮ることができるって形だったんですが、はい、今回ですね、Xperia 5 Mark 4の方はもうぐーってこうね、ワンタッチでここをスクロールして、こういう風に倍率を変えることができるという形になっています。まあ便利は便利なんですよね、これの方がね。というところで、まあ以前はね、Xperia 1 Mark 4までは 2.5 倍で、光学のズームと望遠のレンズで取り比べるってこともできたんですが、今回はですね、2.4 倍と 2.5 倍でちょこっと見てみたと思います。で、2.4 倍はこんな感じなんですけれども、2.5 倍にここから切り替えるとですね、かなりくっきり、2.4 倍と 2.5 倍、まあ、ズームも若干違うんですが、やっぱりこう、望遠レンズに映ると、くっきり映るっていうのは、なかなかに面白いところだな、というふうに思います。3倍でちょっと、いろいろ比較してみたいと思いますが、Xperia 5 Mark 4 の3倍、3.0 倍は、望遠 60mm のレンズで、AI 超解像ズームで撮影をしているのが、この 3.0 倍になります。これをですね、Xperia 1 Mark 4 の3.0 倍と比較してあげると、Xperia 1 Mark 4 は、光学 24mm の、1倍のレンズの AI 超解像ズームで3倍でグーって拡大しているという形になります。これ見比べていただくと、やっぱり粗さっていうのがね、そう、Xperia 1 Mark 4 の3倍の方が粗いのがわかりますよね。こっちの方がくっきりしてるじゃないですか。そうなんです。まあ、色味の差とかはあるとは思うんですけれども、こう、くっきり感っていうところが、ね、これ見ていただくとやっぱり結構違うなっていうところが分かりますよね。やっぱりこう望遠レンズが戦力になりやすい領域になるんですよ。2倍から3倍のあたりっていうのは特にね。で 3.5 倍でも比較していきたいと思います。 3.5 倍の場合は Xperia 5 Mark 4 は、望遠 60mm が 2.5 倍なので、そこから AI 超解像ズームでぐーっとこう、拡大をしているという形になります。これが Xperia 5 Mark 4 のズームです。で、Xperia 1 Mark 4 は 85mm、ね、望遠 85mm で普通に撮っているという形ですね。AI 超解像ズームとかじゃなくて、望遠レンズのデフォルトの領域という形になります。どうですか？まあ、ちょっとすいません。画角若干ずれてるの申し訳ないんですけれども、これをですね、同じショット、同じところだけでプッてこう、並べてあげるとこんな感じになります。ほとんど差がないんです。実は。そんなに差がない。実はね。そう。だから、3.5 倍っていう意味では、そんなに差がなくて、で、唯一差があるとしたらですね、この船のところにですね、最大搭載人数3人って書いてるところがあるんですよ。これね、最大搭載人数3人っていう風に書いてあるところがあるので、ここを見比べていただければと思うんですが、わずかな違い、これ Xperia 5 Mark 4 の 3.5 倍ですね。この最大搭載人員3人っていうところを見てください。やっぱちょっと荒い感じはありますよね。これがですね、Xperia 1 Mark 4 の方だと、まあ、ちょっとくっきり見えてるなという感じです。で、これぐらいの細かい字ぐらいじゃないと、判別できないぐらいの差になるというところで、よりくっきり撮りたいんだったら、Xperia 1 Mark 4 の方がいいんだけど、まあ、全体をふって見るぐらいの。で、良ければ、これだと切り出して、拡大して、さらにそこからね、拡大した状態で、あ、ようやっと判別できるっていうレベルなので、そこまで気にならないかなっていう感じでもあります。
元のサイズに戻した状態での比較がこんな感じですけれども、はい、こんな感じ、もうこの状態であればほとんどわからないっていうのがわかるんじゃないかなというふうに思います。続いては Xperia 1 Mark 4 の、望遠レンズの広角ズームですね。これの望遠端である 5.2 倍でちょっと比較してみたいと思います。こちらが Xperia 5 Mark 4 の 5.2 倍、こちらは、望遠 60mm を AI 超解像ズームしたという形になります。はい、これこんな感じですね。これ Xperia 1 Mark 4 で見てあげるとこんな感じです。 Xperia 1 Mark 4 は、光学ズームの望遠端になりますので、別に AI 超解像ズームを使っているというわけではないはずです。 5.2 倍がこんな感じです。どうですか、くっきり感。ちょっとここも画角が若干ずれてるの申し訳ないんですが、はい、こんな感じで若干ボケてる感じしません？ Xperia 1 Mark 4。一応最新のソフトウェアにアップデートした状態のドコモ版の Xperia 1 Mark 4と作例比較しているんですが、こんな感じです。Xperia 5 Mark 4の方は、本当に望遠 60mm から AI 超解像ズームでズームをしているという状態なので、Xperia 5 Mark 4の方が基本的には不利になるはずなんですけれども、粗さは Xperia 5 Mark 4の方があると思います。でも Xperia 1 Mark 4も若干どこかボケてるような感じがするんですね。こういう風に見ていただくと分かると思います。先ほどと同様にこう切り出して拡大をしています。はい、そこの船のところで切り出し拡大をしているとこんな感じです。最大搭載人員3人っていうところをちょっと見ていただければと思いますが、やっぱり若干ね、 Xperia 5 Mark 4のは若干どこか荒いっていうところはあるかなと思います。っていうのはまあしょうがないのかなという風に。Xperia 1 Mark 4の 5.2 倍 125mm こんな感じで、やっぱりこう最大搭載に人員って書いてあるこの字とか見てあげると、字としてはクリアなんだけど全体的にどこかやっぱりちょっとぼやーんとしてるような感じがありますね。6月7月の発売当初にもこのチャンネルでもちょっとレビューしたんですが、 Xperia 1 Mark 4で、まあ、アップデートで改善したってところはあるんですけれども、やっぱり若干少しボケが残ってるのかなというところもあるんですよね。だからこのぼやーんを取るか、まあ、粗いんだけどくっきりは取れてるよっていう方を取るのかっていうところ、この2つをねちょっと考えていただくのがいいのかもしれません。先ほどの図のところでもないですが、ここの領域ですね、はい、ここの領域を比較的重視をして Xperia 5 Mark 4を手に入れるっていう方がなんか個人的には結構いいのかなっていう感じは正直するんですよね。一応最大の、Xperia 5 Mark 4は最大 7.5 倍までズームができます。 2.5 倍の3倍ズームまでということで 7.5 倍までズームできるので、ここまでという形になります。はい、ここ写真撮ってみるとこんな感じです。 Xperia 1 Mark 4もこんな感じで、これ以上にさらにズームできるんだけど、まあ、細かいとこ見るとやっぱり Xperia 5 Mark 4の方が荒いとこあるんですが、どこか若干こうぼやっとしてるところがないわけでもないなという感じ、くっきり感っていうのは Xperia 5 Mark 4の方がこのズームでもちょっと感じるなっていう感じはありますよね。 Xperia 1 Mark 4はここまでズームができます。 15.6 倍までズームができるというところで、もう切り出しとかをせずに、ズームでもう決め打ちしたい、こういう風に、決め打ちまで持っていきたいっていう方はですね、やっぱり Xperia 1 Mark 4なかなかいいかなという風に思います。だからどれだけ手間をかけずにズームをするか、切り出してもいいから、比較的くっきり撮りたいかいう選択でもあるのかもしれないなというところで、まあ、あと別のシーンにもなるんですけれども、まあ、こういう風に、これね、望遠 60mm、2.5 倍で、撮った Xperia 5 Mark 4で撮った写真になります。はい、これね、都線を一応撮っているんですけれども、後ろの尾道大橋とか街並みとかも一緒に入れてちょっとプーってこう撮ろうかなと思ったらこんな感じ、あ、ちょうどいいなっていう感じがします。例えばこれぐらいの倍率で撮りたいっていう時に Xperia 1 Mark 4だと、まあ、こんな感じになります。こうね、船のところ、ね、船の名前第12小浦丸って多分書いてあると思うんですが、ここら辺とか見てあげると Xperia 1 Mark 4やっぱりちょっとね、1倍からの AI 超解像ズームなんで、まあ、結構荒くなっちゃうんですよねっていうところが、Xperia 5 Mark 4とかであれば 2.5 倍っていうね、比較的低めのズームでも比較くっきりと撮ることができるという形になります。望遠も使って撮りたいっていう時にどこまで戦力にするかっていうところも大事な視点なのかなという感じしますね。 3.5 倍にすればね、ここまでまあくっきりはいきます。ちゃんとね、この船の名前とかもくっきりちゃんと撮ることはできるんですけれども、ここまでズームしないと撮れない、まあ、このシーンだったら別にいいんです
ですけど、自分、人間がね、動けばね、さっきみたいなシーン 2.5 倍と同じように 3.5 倍でも同じぐらいの感じで撮ることができるんですけど、例えば足場が悪いとかね、断崖絶壁とかね、そういうところでもまあ撮る可能性もなくはないとは思うんですよね。戦力となる可動領域っていうのをどれだけ撮るかっていうところも、ちょっと頭に入れとくのもありなのかなというふうに思います。というわけで、まあ他にもね、望遠 60mm 何枚か撮ってみたんですけども、結構この屋根のところとかね、綺麗に撮る。花とかかなり綺麗にね、鮮やかに撮れてるなという感じしますよね。まああとはですね、こういうふうにちょっと暗い環境の中で提灯があるっていう状況でも、こういうふうに、結構綺麗に撮れるなという感じがします。はい、3.5 倍だとこうなります。もうちょっと大きくなるというところ。ちょっとね、大きくなるだけでも結構味わいが変わるなというところもあるので。はい。食べ物もこんな感じです。結構美味しそうに撮れます。これ24ミリで撮っておりますけれども。はい。後ろのポテトはちゃんとボケつつも、前のハンバーガーにもピントが合っていて、すごい、このタルタルソースがたまらないですね。美味しかったです。はい。Xperia 1 Mark 4でも、大体同じ感じの写真が、やっぱ光学レンズはね、同じですので、ほとんど同じぐらいの写真が撮れるな、という感じで。で、夜のシーンですが、夜のシーンこんな感じで、日の入りは過ぎているんだけど、まだちょっとだけね、空が明るい。こういう時に Xperia ってすごくいいんですよね。かなりね、情緒的な感じで、かっこいいな、っていう感じがします。暗くなるとやっぱりちょっとね、ナイトモードがない分、まあ、このシーンでは比較的明るめではあるんですが、ちょっと荒さもあるかなという感じがしますね。Xperia 5 Mark 4を 3.5 倍、60mm でちょっとズームをして撮ってみるとこんな感じになります。これ Xperia 1 Mark 4ともうちょっと比較していただければと、これ Xperia 1 Mark 4の 85mm ですね、広角端になります。望遠レンズの広角端になりますが、そんなに変わらないですよ、これもね。夜景でもそこまで変わらないので、なかなかこう頑張ってくれてるなという感じがします。3倍、3.5 倍ぐらいまでズームするっていうんであれば、Xperia 5 Mark 4なかなかいいなっていう感じがします。ちなみに、Xperia Pro I っていうやつがね、望遠 50mm というのを積んでるものになるんですが、これ撮ってあげると、ちょっとね、やっぱ、Xperia Pro I の、50mm のレンズは、ちょっとこう光に弱いというか、はい、手前側にですね、ここに看板があるんですが、ここですね、Xperia 1 Mark 4だと、いや、比較的くっきり撮れてるのが、それが結構こう飛んじゃってるんですよね。この、ガソリンスタンドだったりとか、そういうところも含めて、やっぱりね、このセルフの文字とかもね、やっぱり飛びがちだったりもします。昼間の写真だと Xperia Pro I も比較的頑張ってくれてるんですけど、夜景もちょっと望遠で頑張りたいっていう方は、Xperia 1 Mark 4だったり5 Mark 4のレンズで撮った方がいいのかなという感じもしますね。Xperia 5 Mark 4、今回ソフトバンク版を今お借りしてるんですが、ビデオプロやフォトプロでは、Bluetooth リモコンを使ったことができるという形になっています。これですね、なんとですね、ソフトバンク版は撮影持続モードが使えます。すごいですね。キャリアによっては、この撮影持続モードが、殺されているところはあるんですが、ソフトバンク版や、楽天版もかな、撮影持続モードが使えるということなんですね。撮影持続モードが使えるとですね、何がいいかっていうと、端末が熱くなっても、フォトプロやビデオプロでの撮影では、録画をし続けることができるということなんですよね。なので、試しに 4K30fps で、室内27度で、ちょっと録画テストしてみたんですけれども、2時間とか普通に超えました。2時間超えてもまだいけそうだったので、一回止めちゃったんですけれども、少なくとも2時間普通に使えると。撮影持続モードで録画ができるという形です。これ撮影持続モードがないと同じ環境で 4K でですね、27度の環境下で20分弱ぐらいで止まってしまいます。まあ、しょうがないというところではあるんですけど、真夏とかでもね、やっぱり10分、20分ぐらいで Xperia 1 Mark 4でも止まってたので、まあしょうがないかなというところあるんですが、やっぱ撮影持続モードがあるっていうのは非常にありがたいですね。この録画とか、あとはライブ配信です。ライブ配信ってね、10分20分で終わるってことはほぼないので、それがですね、ちゃんと撮影持続モードありで、続けられるっていうのはありがたいなという感じです。Xperia 1 Mark 4のソフトバンク版とか、SIM フリー版とかでも、一応撮影持続モードは使えるということなので、もうそういう用途があるっていう方はですね、ソフトバンク版や SIM フリー版を買うっていうのはありなのかなというふうに思います。一部のキャリア版では搭載されてない可能性がありますので、一応確認してね、購入していただければというふうに思います。
はい。あとはですね、このエクスペリア5マーク4、まあビデオプロだったりフォトプロでも使えるこの Vlog モニターというものにも対応しています。 Bluetooth シューティンググリップだけじゃなくて Vlog モニターに対応しているというところで、エクスペリアとはですね USB を使って接続をするんですけど、こちらですね、電源を USB、別途他の USB を供給しながら、カメラを使うことができる、録画をすることができる、生配信もできるという形になっています。でさらにですね、こちらですねマイクを接続する端子があります。ここマイクを使うことができるので、ここぐさっと挿してあげればですね、例えばこういう風な上にマイクをつけてよりいいマイクを使ったり、あとはピンマイクをねここに胸挿して使うとかね、私よくピンマイクを挿して使うことが多いんですけど、そういうような形でよりいいマイク、拾いやすいマイクを接続して使うこともできるということですね。それ自体はね Vlog モニターオフしてでも使えるので、だから自分撮らずに実況で使うっていうこともできますし、Vlog モニター自体をオンにして、ここのカメラを使って、ね、メインのカメラで自撮りをすることができる、よりいいカメラで自撮りができるというところも結構便利です。ビデオプロで、YouTube のライブ配信とかもできるので、これでですね、柔軟にライブ配信ができるのはなかなか面白いなという形でございます。私ですね、Xperia Pro I だったり、Xperia 1 Mark IV で同じようなこの布陣で、よくね、まあ発表会とかの取材に行ったりとか、まああとは旅行とかでもこう使ったりとかもするんですけど、Xperia Pro I や Xperia 1 Mark IV って比較的軽い 200g 切るぐらいだったりするんですが、それでもやっぱりね、この風陣になるとやっぱ重いんですよ重いんだけど頑張って撮るみたいな感じになって、結構スタミナ勝負みたいな感じになるんですけど、やっぱりだからスマホとかでもいいからできるだけ軽い方がいいんですよね。 Xperia 5 Mark IV って Xperia 1 Mark IV よりちっちゃいだけじゃなくてさらに 20g ぐらい軽いんですね。というところでこの 20g の差がね、結構いろいろ撮ってみても、まあやっぱり疲れるっちゃ疲れるんだけど、まだちょっと楽になるなって感じするんですよね。うん。こう、長時間録画とか生配信する上で、やっぱり、この軽さっていうのはいいなっていうふうに思いますね。グリップがあったりとか、こういうツールがあることによって、より便利に生配信や動画、録画ができたりもするので、撮影持続モードと合わせてですね、ぜひ使ってみていただければなというふうに思います。動画自体もね、尾道の風景とかもちょっと撮影したりしてみているんですけども、本当に、結構満足に撮れますね。さっと出してさっと撮れるっていうのはね、なかなかいいです。4K の最大 120fps まで、撮ることもできたりもしますので、ぜひですね、動画をね、Vlog として撮るっていう用途とかでも使っていただければな、というふうに思います。ある程度ズームしても綺麗に撮れるので、ズーム、極まってるわけではないですね。仕様的にはズーム極まってるわけではないですが、ある程度ズームしても結構綺麗に撮れたりもするので、ぜひ使っていただければなというふうに思います。というわけで今回は Xperia 5 Mark IV、ご紹介させていただきました。私ですね Xperia 1 Mark IV もね、持ってはいるんですけれども、これねいつもね一緒に出てほしいなって思うんですよ。1シリーズと5シリーズ一緒に出してほしいな、一緒に出してくれたらもう確実に5買うんだけどなっていつも思いながらですね、1をいつも買ったりするんですよ。それだけ5ってね、すごくいい大きさで使い心地でですね。で、カメラとかもね、結構いい感じですよね。1マーク4に負けない、勝ってるかどうかって言われたらそれは人それぞれだとは思うんですけれども、負けてないな、それぞれにいい点あるけど5マーク4もなかなかにいい撮れ味だなというふうに思います。特にね、戦力になるズームの累計 2.5 倍から 3.5 倍というところも結構使えるので、それがなかなかいいなっていうふうに思うんですよね。はい、持ち心地もいいですし、ワイヤレス充電も対応してますし、スピーカーも結構ね綺麗な音出ますし、なかなかね今回の Xperia 5 Mark IV、いいなというふうな感じがしております。今回はね、ドコモ、au、ソフトバンクといういつもの、キャリアだけじゃなくて楽天でも発売されたりもするので、ぜひですね、この冬のうちに、購入していただければなというふうに思います。なかなかいい仕上がりでね、ホワイトもなかなか素敵だったりもしますし、他の色もね、いい色揃っていたりもするのでね、ぜひ、使ってみていただければなというふうに思います。というわけでこの動画参考になったよって方はチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。その他にも私マツいろいろな、スマホやパソコンなどのレビューも行っておりますので、ぜひチャンネル登録して次の動画でもお会いできればというふうに思います。というわけでマツでございました。またお会いしましょう。さようなら、バイバイ、ありがとうございました。